そういえばなんか誰かアークってゲームやったことあります？あ、恐竜のやつでしょ。なんか今無料になってるらしいから、うん、らしいね。あれ最高にイズさん向けだと思うよ。気絶させたやつ監獄にぶち込んで死なないように。どういうイメージ？ちょっとずつお肉をぶち込んでやることできるから、ね、絶対に死なないようにしても一生そこを出さないって戦法が取れるから。イズさんだって言ったら誰だマジで。向いてそうだね、イズさんに。何それ、あのぶち込まれてる人間はもうそこから出れないからクソゲーじゃん、もう。確かに。まあそうですね。二度とログインしなくていいじゃん、そのゲーム。ダウンロードしてこう。そうだよ、そういうゲームだよ。ちょっと見たけど、なんか糞尿まみれにできるんだよ、人。最悪だ。なんかあんなプレイあるんだ。みんなイメージやばすぎじゃないですか、アークに対しての。恐竜と仲良くするゲームだと思ってたら。そう。そんななんか、それで一言なの。非人道的な。戦争ですよ、あのゲーム。だから無料になったんだろうね。本当だ、いろんな人。スチームで無料。無料はえぐいっすよ、マジで。で、アークは結局何、あの、一人をいじめるゲームって感じなんだ。そう。そうではないけど。人が2ヶ月、3ヶ月かけて頑張って作った拠点を3秒でぶっ壊すゲーム。うわよ、超やりてえ、やりてえな。この瞬間楽しいだろうな。クソゲーじゃねえか。クソゲーですよ。僕はもう一切つけないです。やられた側なんだ、こいつは。なんかやられたんやろな。まあまあ PVP だけど PVE もあるのでね、うん、みんなであのゲン村っていう旗立ててあのいろんな人の拠点ぶっ壊しにもありますね。風評被害しかねえ。ゲンさんに全部行くなそれ。ラスプレイヤーに登録される。うん、ハゲを舐めるなっつって。どっかのサーバー乗り込むのね。乗り込むよ。アーク確かハゲキャラ簡単に作れたの。どのゲームでも簡単に作れますハゲキャラは。大体むしろ初期